ハショキですということで始まりました。今日はですね、プロ野球選手の喫煙率、僕はジャイアンツしか知らないんで選手の喫煙事情っていうのを詳しく話していきたいと思います。タバコ吸ってる人は正直います。僕も現役中吸っていました。試合中いつ吸ってるのかっていう疑問に皆さん思うと思うんですけど、基本は守備が終わってベンチ裏に戻って喫煙ルームがあるんですけど、そこでみんな吸ってます。例えばじゃあ打順が1番から始まります、 1,2,3、まあ、4番ぐらいまでかなは、まあ打席に入る準備とかしないといけないんですけれども、5番から9番の人は余裕なんで、まあ、守備終わった瞬間にベンチ裏にパーって行ってタバコ吸ってますね。喫煙ルームにもライブ中継、テレビ中継があるので、その1番から4番までのバッティング結果とか吸いながらこうやって見てますね。お、ハヤトヒット打ったじゃんとか、お、ホームラン打ったみたいな。で、中には今の流れで言うと5番バッターとかって余裕がある中でも一番最初に打席回ってくる、なので焦ってる人もいますね。吸いながら、お、やべやべ次俺の打順だみたいなっていう、慌ててタバコを一生懸命早く火を消して打席に向かう人もいますね。でピッチャーなんですけど、まあ、菅野さんはタバコ吸ってないですし、投げてるピッチャーは基本は吸わないですけど、中継ぎ陣とかは自分が攻撃中とかは、まあ、暇なんでロッカー戻るふりをしながらピッチングコーチにバレないようにホットクリーム塗りに行ってきますとか、トイレに行ってきますっていう嘘をついてブルペンの人たちは喫煙所に行くんですけど、タバコって基本ユニフォームとかについて匂いバレるじゃないですか。なので、まあ、自分もしてたんですけど、タバコ吸い終わったらファブリーズかけたりとか、そういうごまかしをしながら、で結構そのベテランの方とかも喫煙所にいるので、自分みたいな若手が喫煙所に行くとちょっと気まずいんですよ。お前何してんだよみたいな、俺たちは一生懸命プレーしてんだからお前のんきにタバコ吸ってんじゃねえぞ的な言われはしないんですけど、目で感じるっていうか、そういうのを一番感じたのはやっぱ安倍さんですね。めっちゃ怖かったですね。片隅で俺こうやって吸ってました、こうやってスーってで、まあ自分が行った頃は、まあ、原監督だったんですけど、基本まあタバコをやめなさいっていうことを言われたんですけど、まあそんなに原監督と話す機会もなく吸ってたんですけど、ベテランの人は暗黙の了解っていうか、まあ吸ってるので原監督から直接やめなさいっていうことは言われないんですね、安倍さんとか。まあそのクラスになると原監督も見て見ぬふりしたりとかで、若手は特に抜き打ちテスト的なことはありましたね。もう笠原元気してんのかみたいな、タバコはやめたかみたいなっていう質問が、まあ3ヶ月4ヶ月に1回ぐらいあるんですよ、原監督から。まあその時いえ、はい、みたいな、なんか、うっすみたいな感じで濁してはしていたんですけど、原監督はやめろスタイル。まあでも、原監督現役の時吸ってましたからね。なんで現役の時吸ったのに監督になったらやめろって俺たち言わないといけないんだよ、中には言う人もいましたね。はい、喫煙率でいうとどんぐらいですかね。まあ、野手の方が多いですね。今のスタメン、何人吸ってるかな。自分が確認できるので、3、4人もいますね。で、なんで野手の方が多い、ピッチャーの方が少ないっていうと、まあ、多分その投げる体力だったりとかに影響してくるのかなと思いますね。野手ってあんまりその場その場で体力は使わないですよね。ベンチで休憩する時間もあれば、守っててあんまり走らないじゃないですか、野球って。まあタバコ吸っても実際プレーっていうか体力には問題ない気がしますね。まあジャイアンツに限らず、まあ他の球団の選手ももちろん吸ってると思いますけれど、まあ実際そのタバコ吸ったからって結果に影響するって言ったら全く自分はないと思いますね。実際野球が一番動かないスポーツだと思うし、吸っててもファンの皆さん何も言わないであげてください。それでは交流戦も入って大体のチームの実力だったりとか戦力だったり分かってきたので、改めて12球団のセパ順位予想をしてみたいと思います。まずパリーグからですね。シーズン始まる時に自分は優勝ホークス、2位ライオンズ、3位イーグルス、4位マリーンズ、5位ファイターズ、6位バッファローズっていう順位予想をしたんですけど、今日の撮影日が6月5日なんですけど、6月4日時点順位が上から楽天、日ハム、ホークス、西武、ロッテ、オリックスなんですよね。今ファイターズが2位ですけど、どうなんだろうな、こっから落ちると思うんですよね。自分5位に予想してたんですけど、まあ下に西武とソフトバンクが
0.5 差ずつ追う感じで、結局はやっぱ優勝はソフトバンクホークスになると思います。ホークスは今3位なんですけど、2位の日ハムに 0.5 ゲーム差で、今首位の楽天に1ゲーム差以内なので、何とでもひっくり返ると思います。今現時点の5位6位がロッテオリックス、5位のロッテは4位の西武に2ゲーム差で、オリックスは5位のロッテに5ゲーム差あるので、ロッテオリックスはもうこのまま B クラスなのかなとも思いますね。楽天も則本投手がね故障してながらの今首位ですから、則本選手が帰ってきたらまたより一層層が厚くなるのかなっていう。ホークスはもうもともと層が厚いので、間違いなくこれからどんどん上がってくると思います。西武もね、山川選手だったり秋山選手だったりいるので、まあ、今4位ですけど、まあ、優勝争いは必ずしてくると思いますね。やっぱり自分が最初に予想した優勝はホークス、2位がライオンズ、3位が楽天、ここはもう最初に予想した通り変わらないと思いますね。まあ変動があっても A クラスは絶対ソフトバンク、西武、楽天、この3つで。じゃあパ・リーグの最終順位は、優勝ソフトバンクホークス、2位西武ライオンズ、3位楽天、4位日ハム、5位ロッテ、6位オリックス。これでシーズン終わると思います。さあそれではセ・リーグ行ってみましょう。まあ、自分が最初、予想したのがですね、優勝ジャイアンツ、2位がカープ、3位が DeNA ベイスターズ、4位がヤクルトスワローズ、5位が阪神タイガース、6位が中日ドラゴンズだったんですけど、今の、6月4日現時点の順位が、上から広島、阪神、巨人、DeNA、中日、ヤクルト。最近セリーグやばいことあったっすね。ヤクルトのまさかの16連敗、これはちょっと予想してなかったっすね。あんだけのいいバッターが揃ってて打ち勝てなかった。投手陣はね、ちょっと弱いのかなと思ってたんですけど、まさかあんな連敗が続くとは思わなかったですね。今の時期で16連敗するとちょっと厳しいですよね、ヤクルト。最初はやっぱり広島はね、 B クラスだったんですけど、さすが3連覇王者、しっかりと繰り返してきましたね。きっちり首位、2位の阪神とゲーム差3。どうだろうな、最初あんだけ失速してたので、まあ、巨人がそのままいっちゃうのかなと思ってたんですけど、やっぱ広島強いですね、安定してますね。でちょっと阪神がですね、僕は5位で予想したんですけど、今現時点2位で頑張ってますね。やっぱりキャッチャーの梅野が一緒、やっぱリードもバッティングも3割近く打って、キャッチャーが打つとね、他の野手も刺激的になるので打とうってなるんですよね。巨人もちょっとですね、勝ったり負けたりが続いて今3位ですけど、やっぱ中継ぎかな、巨人は。まあ今高井恭介くんが頑張ってますよ。この前はちょっとね、負けそうになってヒヤヒヤしてましたけど、やっぱ中継ぎもっと熱くしないとっすね。沢村さんも打たれちゃったし、最近では。まあでも交流戦からマッソンが帰ってきたので、後ろはまあ少しは安定するのかなっていう感じはしますね。まあ打線も悪くないので、隼人さんもホームランキングだし、まあ結局は巨人が優勝するのかなとも僕は思いますね。DeNA がちょっとね、負けすぎなんですよね。先発ピッチャーはいいので、ちょっと打線がつながらない印象がしますね、僕は。それでは、最終的な笠原のセ・リーグ順位予想をしたいと思います。優勝、巨人、2位、広島、3位、阪神、4位、DeNA、5位、ヤクルト、6位、中日。これが自分の予想です。皆さんどうですか？まあ見てる方々もね、コメントに順位予想を書いてくれたら、まあ、自分も全部目通すので、あ、こういう意見もあるんだなって参考にさせてもらうので、よかったらコメントにじゃんじゃん順位予想を書いてください。お願いします。今日のコメ返し、はじめまして、今回が初コメなんですが、ありがとうございます。いっぱいコメントしてください。一つ質問があります。優勝のビールかけでの選手しか知らない裏側などを教えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ビールかけなんですけど、ビールかけ専用の会場があって、瓶ビールがもう何千本って置いてあるんですよね。数は把握してないんですけど、で、まあ、いざ、まあ、キャプテンの掛け声だったり監督の掛け声でせーので、まあバーってやるんですけど、基本あれ仲いい人同士しか掛け合わないっすね。若手だったら若手同士だし、監督に掛けに行くのは基本ベテランぐらいしか
かけれないですよね。僕とかがしてそれテレビに映ったらお前何してんだって絶対後から言われるので、基本みんなでわちゃわちゃやってる感があるっすけど、仲のいい選手同士しか実はやってないですね。まあ、自分が安倍さんとかねやったら怒られますし、まあ、自分がギリできたのが坂本勇人さんぐらいですかね。田原誠二さんだったり高木恭介さんだったり、そういう中継ぎでもう基本喋れる人、沢村さんだったりとか、そういう人たちはかけましたけど、ピッチャーはピッチャーで仲いいので、あんまりピッチャーが野手のベテランにかけたりとかするのはもう基本ないっすね。であれ結構瓶が下にめちゃめちゃ割れるんですよ。本当にもう途中で、まあ、映像には入ってないと思うんですけど、怪我すんなよとか、そういう危ないぞっていう掛け声がめっちゃ多くて、よそ見して転んだりすると切ったりするので、めちゃめちゃビールかけ危ないですね。でその後ビールかけ終わって帰る準備するんですけど、お風呂入って、お風呂入っても匂いが取れないんですよ。ビールって全身に浴びると、シャンプーとか3回ぐらい髪洗うんですけど、なかなか匂いが取れなくて、ほんと2日3日ビールの匂いが漂います。で次の日試合っていう時も多いんですけど、まあみんなビール臭いまんま試合やってますね。まあ、基本若手はベテランにはかけれません。まあベテランの人が若手にうーってかけてきたら、まあこっち側もなんかガチじゃなくふざけ半分で、あーおめでとうございますみたいな感じでやるんですけど、そんなに思いっきりできないっていうか。で結構みんな喜びながらやってるじゃないですか、ビールかけって。やっぱりその優勝までにめちゃめちゃレギュラーで出たりとか、何十試合登板したピッチャーとかはガチで喜びながらビールかけできるんですけど、微妙なライン1軍でちょっと投げてでもビールかけが呼ばれたっていう人もいるんですよ。それがまあビールかけでわーとかやってるんですけど、正直嬉しくないっていう、俺あんまり貢献してないのに今ビールかけぐらいの気持ちなので、中には笑顔を作って内心楽しくない嬉しくない人もいます。自分はその一人でした。次行ってみましょう。毎回楽しく拝見させてもらってます。ありがとうございます。元ジャイアンツの中で一番思い出に残っている外国人選手とのエピソードを話してくれるとありがたいです。外国人と絡む時でいうのはやっぱ2軍の時が多かったですね。外国人で仲良かったの、まあ、マッソンとかも仲良かったですね。当時は身長も体重も一緒だったので、マッソンに2着ジーパンもらったことがあります。それ結構ねかっこよくてね、活用させていただいたんですけど今も持ってます。あとは今メジャーで最多勝を取ったマイコラスとかも、よく東京ドームにメジャーリーガーだった時、ジャイアンツに来る前のテキサスレンジャーズっていうチームがあるんですけど、そこのユニフォームをなぜか持ってきててロッカーに飾ってるんですよね。でそのユニフォームを着させてもらったりとか、メジャーリーガーはこうだとか、マイコラスガが強いので口うるさく聞いてましたね。日本の野球はつまらないとか、アメリカはもっとでっかいぞみたいな、メジャーリーグのことを俺にブツ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 言ってくるのがマイコラスの日課でした。俺が一軍いる時はね、まあ全然いい人なんですけどね。あとは誰だろうな、アンダーソン、皆さん覚えてます？アンダーソンの倍でかい、やばい。風呂入っててシャワー椅子座るじゃないですか、地面についてましたもんねもう本当にブラックダイジャーみたいな感じで本当でかかった、はい、すいません。そんぐらいです。次行ってみます。選手がファンにバットとか道具をあげてるシーンをちょいちょい見るのですが、あれってストックいくつくらい持ってるものなんでしょうか。なくならないのかなと疑問に思って見てました。バットとかは基本消耗品なので、そのメーカーに注文すると1週間後ぐらいにまとめて5本から10本プロ野球選手ともらえるので、変な話どうぞどうぞどうぞっていっぱいあげても野球選手はなくなりません。やっぱ試合中もバットとか折れるので、まあ上げたとしてなくなったとしても、試合練習とかで折れちゃったので大至急用意してくださいって言ったらすぐ来るんで、まあ、道具がなくなる心配は野球選手はありません。まあグローブとかもスパイクとかも全部支給されるので、お金は一切プロ野球選手はかかりません。例えばあと1ヶ月分グローブ5個くださいとか、無理な注文はできませんけど、ある程度月に1個グローブくださいとか、ね、1週間にバット5本ずつくださいとか、個人個人の契約はあると思うんですけど、そういった形でメーカーさんに頼んでいっぱいあげたとしても野球選手は道具がなくなりません。いいっすよね。バットも1本だって買ったらあれ3万から4万ぐらいするじゃないですか。それを野球選手はポン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 あげたり折ったりしてどんどん注文するので、ね、本当に日本の木がなくなるんじゃないかって言って、ね、現に青玉っていう木がもうあんまり日本ないので、今はメープル基本プロ野球選手を使ってますね。まあ、超一流の選手とかは青玉っていう木を使ってますけど、基本メープルっていう木を使ってます。
まあ自分も人にグローブ結構何人ぐらいですかね、10人以上グローブとかあげたんですけど、それがネットで調べたら笠原翔輝のグローブ13万とかで売ってあったんですよ。誰ですか売ったの、返してくださいよまあ冗談ですけど、本当に売ってあったんですよ。ちょっとショックでしたけど、お金に余裕があって僕のグローブ欲しいっていう人は買ってください。ぜひこれを見てる方で僕のグローブを持ってるっていう方はコメントください。よろしくお願いします。よー、原監督の LINE の名前はエイトマンらしいです。エイトマン、野球しようよ。皆さん本日も、動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が、面白かったり良かったな、うさら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回も頑張って動画配信しますので、皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ、野球しようよ。